ノエイコーと出川哲朗のちょっといい話。カノエイコーはブレイク当初ドッキリ番組に数多く出演していたが、なんでこんなひどいことをするんだろうと不満が溜まっていたのだ。事務所の先輩である出川に相談すると、ドッキリに引っかかった時はどんなに辛くても大変でもスタッフに感謝し頭を下げなさいとアドバイスされたのだ。当時はなんでなんだろうと疑問だったが、その教えを守っているとスタッフからドッキリのカノは面白いと評価を得て、どんどん仕事が増えたのだ。あの時出川さんに相談していなかったら事務所にドッキリ NG を出していたと出川に深く感謝しているのだ。さらに番組でワニと戦った時は、ワニは360度見えるから後ろに行っても油断するなよと実体験のアドバイスをされ、出川と自分の未来を重ねると少し不安になったのだ。